ん？鉄平じゃないか。お前、渡辺島に戻ってたのか。その方は。へへ、三五宮様のお客さん。僕は彼を渡辺島に連れてくるためにここに来たんだ。それって、まさか最近軍隊の中で噂になってる。無限の力を有し、放つ矢は百発百中、そして体は金剛のように硬い、あの新人か。なんでそんな噂があるんだよ。お二方とも遠路はるばる。